じゃあ、今日のハーチャンネルはお家でトレーニングということで、まあ、私普段あんまり運動とかトレーニングあんまり好きじゃなくて普段やらないんですけど、今日は素敵なスペシャルゲストが来てくれました。どうぞ。皆さんこんにちは。前日のGoingでご一緒させていただきました。バドミントン競技をしています、はい、岡田のぞみです。イエーイ、お久しぶりです。同い年なんですよね、私たちね。そうです、そうです。そう、そのつながりで、あの、ね、YouTube、ハーチャンネルとかも見てますし、Goingのキャスターになったっていうことで、うん、本当にいつか共演したいなと思って、本当にその夢が叶って。嬉しい。ようこそ、ありがとうございます。ありがとうございます。あんまりなんか、私の、まあ、まだ YouTube 始めて間もないですけど、あんまりこう、誰か来てくれるっていうのがないので、嬉しいです。ちょっとアスリートなんで、はい、今回おうちトレーニングをいくつか一緒にできたらいいなと思って、うん、いっぱい考えてきてくださったということでよろしくお願いします。はい、お願いします。母ちゃんから、はい、クリケツになりたいという一つとあと腹筋が弱いっていうことだったので、はい、そうなんかできました。やっぱお尻と腹筋ってまあ、他の部位もそうかもだけど、やっぱ女の人は大事にしていきたい部分だし、普段私あまり運動しないんですけど、あのそういったメニューをちょっと今日考えてきてくださってるってことなので、早速教えてもらいながら、じゃあいつも私がやってるのからだいぶ強度を落としたメニューを、うん、はい、ありがたい少しずつ小筋肉に刺激が入るだけで違うと思うので、うん、最初は立ちでいきます。はい、立って、あのよ、多分スクワットをやられたことあると思うんですけど、スクワット、はい、スクワットからポイントは、はい、あの上半身がしゃがんだ時に丸まらないこと、こう頭が天井から引っ張られてる感じで姿勢よくっていうと、つま、はい、先から先に膝が出ないこと。あ、なるほど。お尻を引くイメージで、はいはい、10回いきましょう。あとバランスもしっかり取るために、体幹にもちょっと力を入れるのを意識してください。はい、お願いします。はい、でいきます。せーの、1 2 3 4 5、頑張れ、あと5回、どん、7 8 9、ラスト10。はい、いや、きついんだよな。すごくシンプルな動きだけどきついですね、やっぱり。多分もうちょっとやっていくと体がどん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 温まっていくと思います。次は、うん、もう一回立ちで、足を片足90度上げます。上げた時に支えてる方のお尻に力が入っているのを確認してください。はい、きます。そうそうそう、それでそのまま上げてる方の足を下げます。そうそうそう、はい、そうですね。あと下げてる、下げた時に膝がつかない、つかずにしっかりキープしてもらって戻る。はい、はい、それを1回で、これ8回いきましょう。8回、はい、はい、いきます。せーの、1、戻る、2、戻る、3、戻る、4、戻る、5、もうちょい、6、お尻頑張れ、7、ラスト8、お尻、はい、どうですか、右のお尻。そうですね、お尻もくるし、やっぱこうグラグラってするから、はい、バランス保とうとして体幹にも効いてる感じがします。そうですね、ここら辺、うん、やっぱりなんかどこかっ
ていうよりも本当全身運動をしながらいろんなところを刺激入っていけばいいかなっていう感じですね。刺激が入ってきたところで、はい、じゃあ次は仰向けのメニューを仰向け、はい、仰向けになってもらって膝は90度、はい、で手を、まあ、あのよ自分の良さそうなところに上げてもらって、はい、お尻を上げます、はあ、そうそうそう、はい、をこれ上げて下げてを10回いきましょう。上げるときにお尻しっかり刺激入ってるのを感じながら、はい、じゃあいきます、せーの、はい、1これってやっぱ普段ちゃんとやられてる人ってもう痛いとか10回とかで痛いってはならないんですよね。いや効いてるなっていうのはあります。やっぱりどのトレーニングしてても、うん、あここいやこの筋肉使ってるっていうのはやっぱり意識した方がいいので。あじゃあ未だにえでも未だに筋肉痛とか来ます？もう来ない？え来ます来ます。へえそうなんだ。でもあのまあその強度にもよりますけど、うん、その試合直前だとやはり強度を少し落としたりするので、うん、筋肉痛来たりしないようなメニューをしたりとか、うん、次も仰向けです。仰向けで
自分のところにちょっと引きつけて足を伸ばす。あーこれ無理だ、きっつ。引きつけて伸ばす。これ伸ばす。これハードですか？いやなんかこのなんていうか、こういう動きの方がまだできるんだけど、足をこうやるのがきつく感じる。自分は腹筋がないから。じゃあ8回いきましょう。はい、いきましょう。はい、せーの、1 2 3 4。頑張れ、5、頑張れ、6、ラスト8。ありがとうございます。足伸ばすと結構負担かかりますよね。そうですね。ラスト1種目です。じゃあラストお願いします。この感じだとちょっと苦手かもしれないです。足を伸ばして上下に動かします。やっぱ足伸ばすのが痛い痛い痛い。伸ばしたまま、うん、そう、多分今と一緒でお腹の上の方に来ると思います。はい、強い。これを、上げて下げてで1、うん、を10回いきます。はい、1、2っていう感じでいきます。はい、ラストセットお願いします。よし、じゃあいきます。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。あー来た、ありがとうございます。来てます。結構汗かきますね。ねえ、暑い。いやいや、でもこれは確実にお家で誰でもできることだから、ぜひやってほしいですね。道具がいらなく、うん、そうですよね。体だけなので、ちょっとこの続きは奥原選手のチャンネルでまた第2弾ということでトレーニングやらせていただいて、はい、ぜひこっちのチャンネルにも来てください。はい、じゃあおうちトレーニングということでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうぞ。皆さんこんにちは。屋根の色が変わった。あ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。お、家ができてる。ここ、ここ見ほどきしてる。